今回です。小林弘之です。松井です。バッタモン山下です。お願いしま す。この放送は大風写真館秋葉プロデューサーバイガイナックスのスタジオからお送りしています。はい、それでは今回もコメントにお返事しながらトークしていきましょう。はい、お待たせしました皆様。待ってましたよ。堀川邦博くんでございます。待ってました。堀川くん最後です。最後パース。なので堀川くんに賞賛のコメントがいっぱいついております。おー、やったー、はい、最後パース。堀川くんありがとうございます。はい、他の刀剣男子もぜひお願いします。堀川くんかわいい。中島刀剣男子なの。中島サザエさんの堀川くん。サザエ男子、サザエ男子の話してる。他の男子刀剣サザエ。サザエ中島はちょっとやりたいかなって思ってる。野球さそんなに大丈夫。続きまして顔のパーツ寄ってっかなあいつら。伸びるアイテープでしたら私の家に確か未使用のものが。おでももう補充されましたね、伸びるアイテープ。まあ送ってくれてもいいよ。くれたらもらうけど無限回収中なんで。サザエさんのくだりむっちゃ笑った。おやった、嬉しい。続きまして、こんにちは、伸びるアイテープなら愛知県にも結構売ってますよ。送ってください。目撃情報でしょ。買い替えが激しいですよね。皆さん商品は YouTuber さんたちがおすすめするとすぐ店頭から消えるわ。なかなかこっちの方まで届かないまで、いろいろ不便だったり、逆に廃盤になってるものがまだ売れ残ったりとか。夏木ヘアの堀川くんかっこいいです。やったー。 PS 赤見ちゃんありがとう。松井さん、お、私も姫カットしてロリータ服着たら惚れてくれますか。もちろん。ちょい大好きだね。あとメガネをかけてれば最高だと思った。最高。松井向けのファッションですね。いやまあみんな好きだからね。そうなんだよな。続きまして、かわいい国広くんや。ありがとう。ありがとう。おじいちゃんからの。いやな、かわいいな。続きまして、孫のごとし。統計ランプのコスプレだ。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうございます。続きまして、ケプロのサンシャインの中にはダイソーにたくさんありました。マジか。この間の差し入れの中にもっと入れといたらよかったですね。この動画をもっと早く見れたら。あ、まだ余ってるよ。まだ待ってるよ、いつまででも受け付けてますよ。いつまででも受け付けてる。出会い頭に投げつけてください。有限だからね。刀剣乱舞のコスプレありがとうございます。こちらこそ。100均メイクってところもとっても嬉しいです。やった。他のキャラクターもやっていただけると嬉しいです。うん、考えます。かもしれないですね。続きまして、こんばんは。できなくてもいいんですけど、掛け狂いのキャラを誰でもいいのでやってほしいなとか思った位置が。いや、無理じゃないか。知らない、大丈夫ですが。お疲れ様です。お疲れ様です。とんでもないツンデレがゾッとする。やってんのに。ごめんなさい、やらないそうなの。好きなやつに好きじゃないっつってんのと同じだから。もうやっぱり祈りながらね、見てほしいね。やってあげてもいいんじゃないですか。いや無理よ、一度にね。次、はい、続きまして、とっても似合ってます。ありがとう。大切り三つ定は三つ定やへしきり長谷部大栗からのような男性らしいキャラ、つったおすすめキャラもやってほしいんです。あ、無理です。男性らしいはちょっと難しい。無理です。男性だと思ってるのかもしれないから。男性らしいと思ってる。まあ、男性らしいか、じゃあ考えまあ、どんくらい、寄せられるのかを見たいっていう話なのかもしれない。そうね、可愛い子がね、どれぐらい男の子らしくなるかね。そういうとこね、うん、小林さんやってもらうか。無理で、無理です。無理です。続きまして、俺の意思は可愛い。思わず金さん風に国広って呼びたくなるくらい似てる&可愛いです。神回です。ありがとう。 BTU 神回だったそうです。ありがとうございます。続きまして、まあ、これ一回堀川くんもお休みですね。神ちゃん、フェイトアポクリファーにはゆうちです。中村、アポクリファには連休や他の作品を見たりなどして送られましたが、見ました、うん、アニメを見た後すぐに山下さんの解説を聞くと分かりやすいので助かりました。ありがとう、頑張るわ。さすがないと見てらんないよね。画策の情報欲しいよね、アプリも。知らないよ、だもんね。知ってて、ね、恋と嘘っていうのもね、やってるからね。はい、ぜひ見てほしいな。ようこそもいいよ。ようこそ、めちゃめちゃ面白い。ようこそ実力至上主義の教室っていうのがね、めっちゃ面白い。ようこそ。ようこそ。でもナイツ&マジックは面白い。面白い。うん、それも面白い。見てください。あ、僕らも見てください。まあ、アポクリファね、4話についた感想に関してはアポクリファの方で紹介させてもらったので、こちらで割愛させていただきたいと思います。はい、はい、さっきのゆいさん2話に対してついた感想ですね。早く追いついてくださいね、ゆいさん。バッタモンかわいい高田のおばジョージ。おジョージ、コメント失礼します。ありがとう。銀様、その話懐かしいです。銀さんのコスプレメイクやってください。参考になります。すごくかっこいいです。話してたけど、ほんと聞いて、銀玉のどの話したっけ。あ、でも中の、はい、なんだろうね、いろんなつながりなのかな。まあね、いろんなつながりでしょ。ジョージから銀玉の話になりそうっちゃなりそうな気もするけど、なってたと思う、確か。わかんないや、杉田の話したの
かな。まあとりあえず参考になります、すごくかっこいいですというのも。ありがとうございます。ジョージのことなのかな。いやこれはジョージでしょ、間違いなく。そうかな。ジャストウェイの話じゃないよね。じゃないかな。続きまして堀川くん。はい。堀川くんやってみたいと思ったのでメイク動画上がってくれてとても嬉しいです。やったね。夏姉やんは可愛い系の顔しているので似合いますね。衣装制作お疲れ様です。ありがとう。そうだ、ここ今日でもうコスプレメイク動画撮るのをやめるかやめないか、ね、瀬戸際あれちょっとでも文句出ようもんだったら、衣装にちょっとでも文句きたらすぐやめるか。確かにそんな縛りがあった、心して読まなきゃいけないんだった、うん、まあとりあえず一回また堀川くんお休みで、うん、今週注目アニメです。はい、解散かけくりのゆめこ様ですね。気になって見ている作品なのでコスプレしていてとても似合っててセクシーですね。長丸さん松も奥が深くてハマってるアニメで超、うん、注目アニメで紹介してくださって超嬉しくなりました。長丸さん松もというコメントを2つもくれました。ありがとうございます。ありがとう。さすが山田さん、ありがとうございます。山田さんらしいコメントですね。会社がなぜか抜けた髪の毛を俺に渡すっていう謎の作業。プレゼントですね。おプレゼント、プレゼントだったね。広がった29話、広がった。相変わらずのデックの行動力&分析力がすごかったです。あの状況でリアの能力を理解する速さと生活さがやっぱり脱毛です。そして速攻来て事件の重要さを判断できると大きくはかっこいい。それな。ちなみに私は AB 型ですよ。あ、ショート、ね、おい、ショート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 、ちょっとあれ、エンデバーが可愛くなる瞬間は、エンデバーが、エンデバーが可愛い。ウェルにしか見えないもん。まあ、家じゃ威厳がないダメ親父の部分見える。まだね、男の子良かった。これ女子だったらもう見てらんねえの、お父さん立場として。洗濯物も別々で。ねえ。ちゃんと音、エンデバーが一緒に来てくれたらいいよ。ねえ。続きまして、活劇4話。はい。最後、鶴さんこと鶴丸くんの中に持っていかれた感覚がありました、うん、時間速報くんの、追加の方かと追加の方かと思いきやの鶴さん、テレビの前で遅いよと半分消えて半分興奮しました。金さんも鶴の神も、やけんも速報くんと思ってピリッとしたのも相まって喜びはさらに増幅しました。かえさん、花丸、懐かしくなりましたね。来年まで長く感じてしまいますですって。もう辛いから痛くない。続きまして、メイド闇3話。おーし、こんばんは、感想待ってました。最初は正直イラストを見てロニーが出てくるアニメかもう見ない方とか、ね、とか全く期待しなかったんですがめっちゃ面白すぎる、うん、これは見るべきですよ。世界観が壮大ですしストーリーがちゃんとしてるし伏線のばらまき方がうまい気がします。毎週が楽しみです。いや本当そうなんですよ。映像がめちゃめちゃ綺麗で音楽もいいしね、話もちょっとした RPG みたいな作品好きな方にはおすすめなのでぜひ見てほしいと思います。ワクワクする。ありがとうね。続きまして、はい、ホタルちゃん。うん、だがしかし、うん、おお私のとこだと60円くらいで売ってよくダメ、うん、ああいいね、私のとこは100円だよっていう話をしたからな。でそうだった、だがしかし、そういえばぼったくってたんだよ。なんか最近だがしかしの話題をよく見るような気がする。またなんかあるのかな。なんかあるかもしれないですね。続きまして堀川くん。久々にホタルちゃんついてくるね。違う、うん、あここじゃないってこと。展開で、あーなるほどね、展開でなんかまたあるかもしれない。いろいろ見ますよ。堀川くん、一日で衣装がそんな高クオリティすごいです。河合さんの堀川くんとっても可愛いです。これからも頑張ってください。ありがとう、優しいねみんな、ありがとうございます。活劇4話、やけんくんが担当とは思えない動きをしていてさすがだなと感心してしまいました。大立ちの敵は本当に強いんだなと実感しました。普段ゲームだと意識していないので。あーなるほどね、なるほど。ゲームだといろいろあるんでしょうね、相性問題とかね、割と自動だったりするとね。続きまして堀川くん。かわいさの鬼かくめっちゃ可愛いです。活劇のようにヤギングもお願いしたいっす。お願いしたいっす。ないかもな。あー分かんないか。今のところそんなにピンとこないんだよな。ちょっと良さをねもっと伝えてきてください。それだな。伸びる相手昔のダイソーになりましたよ。ぜひキンプラを見にいらっしゃってください。キネジュン行きたいんだよ。やってるんだよね。行きたいんだよ。これ終わるかもしれませんよ。人気斜めですよ。あなたの柏に夏木姉が行く可能性が。あなたの柏にありますよ。あなたの地元にみたいな。都内からだとなかなかね、うん、ちょっと距離ある。いやキネジュンネットでチケット買えないのよ。あ、そうなんだ。それは大変だ。そう、あ行かないといけない。行かないといけない。続きまして、アニマトーク7。河合さんの夢を見た瞬間、嬉しくて叫んでしまい、うるさいと呼ばれました。自分のわがままを聞いてください。本当にありがとうございます。河合さん大好きです。たまたまです。たまたまです。そういうことにしておきなさい。そうだよ。そうですか。そう聞いちゃったわ、たまま。へへへへ。いい声聞いてくれたからね。なんか送ってあげて。聞いてくれたんだから。
つきすぎてなんか首埋まってて、ね、どういうこと？嘘つくと首埋まる。じゃあ首の毛よね。鼻伸びるじゃない。首縮む縮む。言われたから言ったな。チキンの知性だ。一回戻そうなって。ステキフィンガーズ。はい、フィンガーズ。私はジョジョアニメを原作まで読まない、ジョジョ金をしているので詳しくないのですが、ジョジョ金持ちを増幅しております。その制限プレイみたいな、アニメで見たいってことでしょうね。あ、なるほどね。先に見たい。僕は楽しみだからな。僕は楽しみですね。僕楽しみだね。ジョジョヒロアカ今漫画読みたい気持ちめっちゃ我慢してる。ああ、アニメがね面白いかな。続きましてアリアボトーク煩悩の数参りしましたね。感慨深いです。目指せ200回。まあ煩悩の数、うん、今回が煩悩の数100個質合ってますね。まあイエローカードじゃない。イエローカードくらいね。引っ掛け問題。引っ掛け問題。あるんですね。それは失礼しました。今のはね山田さんです。山田エリカさんですな。山田エリカさんのはずなのに急に怖い色超えたから。引っ掛け問題。山田さんのコメントもすべて把握してますから私。すげえ。山田さん結構コメント多いのに。多いから。なのにこいつ変えてきたから。すみません。続きまして1個目いただきます。これは解散でしょう。ちゃん正解だ。でもなんか微妙だったな。山田さんの時にちょっと使っちゃったからな。分かりづらかった。それはやっぱきっかけですよ。問題がね。そうですよ。ポイントがね。これはあっち側にね何かペナルティを与えた方がいい。で見ての技量ですね。唐揚げくんでどうでしょう。唐揚げくん植物的なね。かしこまりました。ご冗談ですよ。はい。まず解散200ポイント、松井さん160ポイントですね。頑張るぞい。1個目いただきました。小林さん、ヤマピーさん、夏希姉さん、フライングが多い松井さん、こんばんは。フライングっていうかカンニングしてるんですけど、カンニングが多いですか。ガルパンの一番クズで、クロモニーニャ隊長、マホのクッションを当てた風花です。すごい。マクロスクルタは月曜日で回数が来ます。すごい制限してたもん。はい、やっぱりあれですね、マクロデステルタは今見てるっぽいですね。DV はありがたいですね。一度だけの恋なら君の中で遊ぼう、わがままなキスをしよう。8月は時間があるのでまた DVD を借りてマクロステルタを見ようと思っています。もう見直し時間があってよかったですね。カバちゃんに痩せすぎてね、なくなっちゃうんじゃないかと思ったからね。ゼロになっちゃうんだね、いつか。でも9時すごいね。ねえ、すごい制限プレイで、ねえ、すごい、ついついやっちゃうことなのにって話前回しましたもんね。じゃあ次行きましょうか。はい、次は、108回、普通大変100回目の普通大変ですね。煩悩の数ね。うん、アップされた瞬間にコメントできました。ちなみに私の見られたくないものは、コミケで大人買いしたエッチな方の薄い本です。そして印象に残った CM は真剣ゼミとハイキューのコラボです。昔真剣ゼミをやっていたのでやっていた走りを思い出しました。最後の方は毎回郵送される漫画の目当てでフェードアウトしましたけど。ああ漫画読んじゃうね。山田エリカさんダメよ、ちゃんとやんないと。ターさんに怒られますよ。スミラータさんも恥ずかしいよね。まあね、そこにそっちはね、はい、真剣ゼミとハイキューもやってたね、確かにね。トドロキ君、お、はい、全然似てねえ。面白くないんだよな、こんだけじゃな。3年生がないんだよね。わざわざスパムじゃねえや、なんかアンチコメントのコーナーにするほどのことでもないね。それだな。そんなんだったらもう犬でも言えるからさ、豚でも言えんだよ。だよ、言えるかな。言えるんだよ。言えるよ。全然似てねえ。全然似てねえ。そんな犬嫌うのに。もうちょいね、人間ですよ、つって。こっちの感情を魚でしてくれるようなコメント。怒らせてほしい。っていうようなね。そうそうそう、刺激があるんですね。欲しいね。はい、続きまして、なかなか引っかからないの。カブ、お、カブ出たに、英語圏の方からコメントが来ております。じゃあちょっとざっくり翻訳ですか。お願いしてもいいですか。英語は読まなくていいですから。そうですね。でもね、なんでよくわかんないけど、まあメイクとカラコンが、なんだろうね、まあ、翻訳したやつはないんだったら大丈夫です。大丈夫、飛ばしなんかチェリーパイみたいな単語なかった。チェリーパイなかったよね。チェリーパイではない。まあまあまあ、ニュアンスだからね。なんか面白い顔のコメント、面白い顔でもやってみたいんじゃないですかって。あ、クラウンっていっぱい書いてあったね。そうそうそう。クラウンって何？ピエロみたいな。うん。ああ、なんだ、王冠をどうぞみたいなことじゃないんですね。あなたのキングだ。あなたキングだ。なんかちょっと一番の方がいいのかな。そう、なんか今度話したと、いわゆるその白塗りピエロじゃなくて、なんかくしゃっとしてる方のピエロ。ああ、面白くないから次行こう。どうでもいいよ。なんかね。うん。何の面白みもない。ちょっと英語にしたらもうね、面白い。ね。残念ね。続きまして、はい、初号。お、元が可愛いから全員可愛くてよかったです。だそうです。
音がいいそうですよ。今のが可愛いと思うんで、ムツゴのやつ。それはそれなかなかの扱いですね。今の方が可愛い。今のムツゴの方が可愛いと思う。まあね、もう誰が違いますから。そうだな。今回の。本当嫌だもん、あの動画自分で違うってなった、まあ結構最速でパーンってやりました、ね、まだ結構すぐやったんだよね。また秋次、そうだ、やる10月からですね。なんかね、なんかあればね、なんかやりたいですけど、なんかあればなんかやりたい、なんかやったらやんなきゃいけなくなるから濁しに濁しますけど、なんかあったらなんかやりますね、なんかお願いします。なんだ、まあとりあえずなんかね、なんかね、なんとなくくらい、なんとなく控えたい、なんなりして、はい、トドウヒ君、最後までクレヨンタッチミーを覚えないスタイル。ああ、うん、クレヨンタッチミー、ダイソータッチミー、ダイソータッチミーはもうわけわかんないんだよ。ダイソータッチミー、まあまあ負けた。めっちゃ触られてる人じゃん、それはもういろんな人に触られようとしてる。さあ、皆様、はい、これが最後の通常のコメントですね。はい、タキ君、懐かしいですね。お、画面で人を殺します、画面狂気です、っていうことに対してショックを受けてます。おお、コメント何で来たのかね、ほんとクソ書いてあるの。うん、まさに まさにそんな感じ。顔面で人を殺します、顔面狂気です、びっくりみたいな。私、ああ、まあなるほどね、なんかよくわからない。なんか顔面で人を殺しますはなんか英文無理やり翻訳したみたいでちょっと面白いけど、まあ、ミツハの動画見てもらえればわかると思う。そうね、そうね、そうね、はい、あ、うん、まあ、DVD とかブレーマンでましたからね。そうですね、そこ、まあでもこの人何個かコメントくれてます、今回確か。だからそんなこと言わないでも大丈夫よみたいなニュアンスで受け取ってもいいかも。なんか河合さんのその赤裸々なところに慣れてない人だったのかな。そうだよ、慣れて、こういう女だよ、もっといろいろ見てください。ああ、画面でお互いが同型が現れた、ピエロだよ、ピエロ顔か、どういう感じなのそれ。感情ゼロなんじゃない、笑いすぎてゼロだ。じゃあ密かに似合うかな。ああ、なるほどね、遠くしてクラウン言われてるし、確かにですね、クラウン、うん、どっちかって人か、クラウン、どっちかですね、どっちと見えるか、似合っちゃうかな。うるせえな、なんで調子乗ってんだよ。似合っちゃう、言うほど褒められてねえのに、なんで褒めたことない。チリパイ言ってだけだろ、もう行きましょう皆さん。はい、ここからは外のコーナーでございます。ちょっと